よし、ではちょっと早いけど始めさせていただきます。というわけで、こんばんは、トシキです。リスペクトファナティッククライシスへようこそ。ということで、いつも日付を忘れる6月17日ですね、日曜日ということで、今週と来週にかけてですね、先日ちょっとツイッターとかの質問箱の方で、ちょっとリクエストの方をね投げていただいた雨の曲を今日はちょっとたくさんやろうかなと。その第一夜ということでですね、ありがたいことにいっぱいリクエストをいただきましてですね、それが総数自体はそんなにむちゃくちゃ多くなかったです。6通7通ぐらいだったかな、だったんですけど、予想としてはそのファナティックの曲とかつとむさんの曲とかを中心に送ってきはるのかなと思ったら、一人一曲で投げてくるのかと思ったら、結構ね、いろんな曲をこう送ってきてくださる方が、大半を占めておりましてですね、リックいただいた曲だけでいけばちょっと20いかないぐらいかなのはあったんですけど、上がった曲が全部知らない曲だったんで、全部は嘘ですけど、もうほぼ知らない曲だったもんで、一から覚えなきゃっていうのはありましてですね、でも本当は今週だけで終わるつもりだったんですけど、ちょっと来週にね、2週に分けてちょっとやっていこうかなと思います。ちょっとね、もう梅雨真っ只中に入ってきたということで、今日は幸いちょっと梅雨の中の日でね、晴れ間が広がった一日ではあったんですけど、いろんなアーティストのね雨の曲をやっていこうと思いますので、どういう曲が出てくるのかというところもちょっとお楽しみにしていただければと思います。まずは石崎努さんの曲で銀の雨をやりたいと思います。では聴いてください。
べてのものはここに置いてくわ。その日まで愛に満ちた傷が柔らかな風に揺れ、あなたの横顔をずっと見てた。というわけで1曲目は鈴木つとみさんのカバーで、銀の雨でした。ありがとうございます。まあてな感じでオープニングが終わりましてですね、今日ちょっと曲数が多いので割とタイトにいきますのでね、ちょっとまあラジオ感覚で聴いていただけると、最近よく言いますけど、はいはいはい、そのものも今できたら花火、あ、これはあれですね、マイファミリーですね。30分余計にかかって帰宅、おお疲れ様です。そうなんですよ、地元で今日なんか早くも花火大会が行われたということで、ね、もう夏が来たなという感じがいたしますけども、まあ、たまたま今日実家にいて友達もあのにも会ってたんですけど、まあ、花火大会はちょっと今日は断念ということでですね、まあ、また今年どっかのタイミングで何かしら行けたらと思うんですけど。では次の曲なんですが、リクエスト曲ということでですね、生まれて初めてボーカロイドの曲を今回ちょっとカバーさせていただくことになりまして、雨にも負けずという曲をやるんですけども、まあ宮沢賢治さんのね、小説がベースになってる曲なんで、その世界観をよくご存知の方は、まあ楽しんでいただける歌なんじゃないかなと思います。では、ここからちょっと頑張って歌う曲が多いんで、一生懸命やりたいと思います。初めてなんでね、ボーカル歌うの。あ、原曲よりかなりキーは落としてるんですけどね、原曲がもうほんまに女性が歌うぐらいの高いキーだったんで、ちょっと自分にチューニングを合わせまして、やっていきたいと思います。では、聴いてください。雨にも舞います。こんなにも汚れた街に生まれ落ちるのは、どれくらい前からすでに決まってたのかな。何でもあるように見えて何もない街で、どうやって息をすればいい、ずっとわからない。
差点は今日も人並みで、僕の心の奥底の寂しさを映す。センター街の真ん中で笑う人たちに、愛想笑いさえできずにうつむいたままで、そんなこの世界きっと偽物だ。どうやったって胸が痛み出す。カンパネルラにはまだ会えないし、でもまだ歩いて、雨にも負けずに、そして風にも負けずに、そういう人になりたい。僕は僕のままでいたいのに、お願い教えて、この道の先にあるものを、いつかきっと。場所はまだはっきりしないまま、くすこどぶりに会いたい、そう願っているけど、クラムボンの笑い声も幻想に消えた。この物語いっそ閉じてしまう。そんなことだってできるけど、ここまで書いた道文字をまだ捨てそうだった。雨にも負けずに、そして風にも負けずに、そういう人になりたい。まっすぐ世界を見ていたいから、一人のままでも僕は僕を信じていくよ。いつかきっと胸が痛み出す。カンパネルラにはまた会えないし、でもまだ歩いて、誰にも雨にも負けずに、そして風にも負けずに、そういう人になりたい。僕は僕のままでいたいのに、お願い教えて、この道の先にあるものを、いつかきっと。というわけで、雨にも負けずでした。ありがとうございます。さすがにエアコンなしでは暑いかもしれない。お、ゆうさんこんばんは。バスクリーン、こんばんバスクリーン最近ね、挨拶忘れがちですけど、いますよちゃんと今日もね。斜めってるように見える。ああ、こうやって歌ってたからかな待って、なんかちょっと 傾いてしまったね。あ、バチバチありがとうございます。では、サクサクっと、ね、感想を言ってる暇があんまないので、ちょっと次へと行きたいと思います。次はですね、これまたちょっと人生初のね、カバーするアーティストなんですけど、グリーンの、雨歌でいいのかな、雨歌なのかな、雨歌かなをちょっとカバーするということでですね。この曲は、バスリンがまっすぐになった。あ、これね。あ、ちょっとね、今譜面を広げてるんで、こいつの立ち位置がね、こうなっちゃったりね、いろいろするんですけどね。
ちょっとこのグリーンのねカバーはですね、あんまりグリーン感を出さずにやりたいと思います。まあ、原曲知ってる方がね、まあ、どれぐらい分かっていただけるかってことなんですけど、ではいきます。もう一回いくわではいきます。優しいふりして言葉並べても、変わった仕草と態度で気づくよ。君が変わったの、私が悪いの、なぜかって思っても、もう届かないって気づいて、二人が過ごしたこの雨の日は、傘の下で近づく恋の時、二人が離れたこの雨の日は、ずっと悲しく降り続く私の涙。この空のようです、一人部屋にいると思い溢れる笑顔の日々、忘れたいって思っていても忘れられずに、雨降り二人が過ごしたこの雨の日は、肩寄せ歩いて幸せでした。二人が離れたこの雨の日は、ずっと一人立ち尽くす、傘もささずに、また涙をこぼさないためにぼやけた空を見上げた、起きそうな思いのかけらを飲み込んでみたけど、記憶の中で笑う君、ぼやけずに映って見えるし、それから落ちてきた涙が私の涙と混ざる。した思い出たちが一つ二つ押し寄せる、いつまでも二人で過ごせたらとずっと信じて欲しかった、信じたかった。二人で過ごしたこの雨の日を、悲しみさえ全部して欲しい。二人が離れたこの雨の日は、ずっと悲しく降り続く私の涙。いつか止むならば拭ってよ私の雨を。というわけでグリーンカバーでアマウンタでした。ありがとうございます。チチチチチチ
やー難しいわ。なかなか1週間では難しいですね。結構途中テンパってしまいましたけども、いかがでしたでしょうか。もうちょっとちゃんと、これはねちょっとねアレンジは結構気に入ってるんで、ゆくゆくはちょっと YouTube に上げようかななんて思ってるんですけど、はい、ではでは次の曲はもう20分か。次の曲はですね、ファナティックの曲に戻りましてですね、まあ数あるファナティックの雨の曲の中でも、一番古いんじゃないでしょうかね、月の花と確か同時リリースだったと思うんですけど、ファナティックのレインを、今日はいつぶりだろうな、結構前にやってたんですけどね、結構ね転調がめんどくさくてずっと避けてたんですけど、今日はちょっと頑張ってやってみようと思います。よし、では言います。ファナティックライスでレイン。午前2時、眠れずにいる。笑顔はやめて。
切ない昨日を超えるためにずっと生きてるんじゃないから、 Wow 雨の中で傘をささずにずっと叫ぶ君のことが欲しい、新旧問わずに幅広い年代の曲を、順番にやっていってるわけなんですけども、次の曲はですね、あ、パチパチありがとうございます。次はですね、グレーのデビュー曲レインをやろうかと思います。意外とあのレインっていう曲名のやつがね多くてですね、あの次週も同じレインっていうタイトルの曲を2曲ほどやるんですけど、まあ、どのアーティストかはまあまあ置いといて、グレーのレインはですね、何年だっけ ?1994 年だから24年前か。愛子さんこんばんは。もう24年、25年前かなになるんですけど、確か YOSHIKI、XJAPAN の YOSHIKI さんプロデュースでですね、ちょっと今日はそのグレーのデビュー曲のレインの、なんていうんですかね、シングルバージョンじゃなくて、その前にですね、インディーズでアルバムを出してて、その中に入ってるグレイバージョンっていうやつをベースに、ちょっとギター一本でやってみたいと思いますので。では、グレイのレイン聴いてください。夢だけを心に抱きしめて、土砂降りの雨の中、汚れたままでさまよう。ああ思い出なら綺麗に壊れて、涙を抱きしめてまどろみに消えてゆく、記憶の空を見上げる、もう届かない思いを散りばめながら、 往来に情熱激しい雨の中、
笑ってよ、濡れた心が引き裂かれる前に Can't you tell me now、 涙を止めて今語ってよ、飾り続けた孤独の悲しみを苛立ちに途切れた永遠に溺れて見ても耐えきれない孤独だけが体を突き刺して激しい雨の中で歌ってよ、時の流れに引き裂かれた愛を Can't you stop the rain、 涙に濡れたバラを咲かせてよ、終わらない夜に感じた悲しみを日なのにとてもいい天気でしたね。そうですね、
いい天気でしたね、非常に。洗濯日和で。ただね、夕方ぐらいからちょっと、だいぶ妙な雲がいっぱい出てきてですね。まあ、たまたまちょっとツイッターにも上げたんですけどね、なんか雲の形が、こうね、鳥がこう、なんていうんですか、こういう感じの鳥が羽ばたいていく感の雲を見つけて、お、すげーって思ったんですけどね。火の鳥だーなんて思ったんですけど。はい、では、もう時間がない。次の曲はですね、僕初めて知った、リクエストもらって初めて知ったんですけど、IM という3ピースのユニットさんがいるそうでですね、その3ピースの曲をやるんですけど、やみそうでやまないやめっていう曲なんですけど、結構その方たちはですね、YouTube でいろんなカバー曲も上げたりして、なんか僕が言いたかったことをやってるみたいな感じの人たちで、いいなぁなんて思いながら聞いてたんですけど、この曲がまあ難しくてね、ほとんど覚えれてないので、優しい目で聞いてください。では、やみそうでやまないやめていきまーす。今日もさえない暇な放課後、大空に雲の手取り、着替える芝のベッドに、もうちょこっとだけ寝そべっていたいのに、なんでこんなにうまくいかないんだろう。日頃の行いが悪かったのかも。水たまりの長い道、高いしぶき巻きながら、片一歩の靴ひもがほどけて、この足で進むしかないのに、そういつでも笑って届かない、君がそばにいるならいつでも笑って君のそばで夢見つけてたいだけ。大げさに痛がる子供、ごめんなさい、君の手を握りしめることも面倒に、一人にしてくれないかな。今僕にできることを教えて、そのために生まれたはずなのに、いつでも笑って届かない、君がそばにいるならいつでも笑って足元はやみそうでやまないやめ。カピアンばかりのドラマの食い過ぎな手を伸ばして、答え合わせて手に負えない、僕の気持ち伝えるセリフ見当たらないけど、そういつでも笑って君はそばにいるなら、いつでも笑って君のそばで夢見つけてたいだけ。笑って解かない、君がそばにいるなら、いつでも笑って君のそばでずっと生きてた。と決めつけていただけ、やみそうでやまない雨。
IM さんで、無双でやまない目のカバーでした。難しいですわ。もうあんまりやったことないジャンルだったんで、なかなかリズム取るのもすっごい難しいしね、もう大変な曲でした。早いもので残り2曲となりました。1曲ライブなんですけど、まあ、今日の雨曲ね、第1夜ということで、来週もう1回あるんですけども、雨の曲を歌うにあたって、いろんな曲を聴いて僕が感じたことは来週言いたいと思います。そういう意味では今日はまだ雨の曲の中でも比較的明るい曲をたくさんやったんですけど、来週はですね、かなりジメッとした曲をたくさんやりますんで、ね、梅雨真っ盛りにふさわしい曲たちが、もう男はなんてめめしいんだって思うぐらいの曲がたくさん並んでますんでね、そちらも楽しみにしていただいて、今日の締めはね、ちょっとハッピーになればいいなっていうような曲を、雨の曲かどうかわかんないんですけど、まあ、雨という言葉は出てくるし、まあ晴れていったらいいなみたいな感じで、最後はちょっと僕チョイスで、ファナティッククライシスの運命と悲しすぎる予感、これをやりたいと思います。では見てください。そんな目もしないでね、確かに人なんていい加減なものだけど、君の目に浮かぶ涙の理由は昨日の僕にあるのでしょうか。ごめんなさい、心の中でつぶやくよ、いつもいつも手ばかりで、運命よ悲しすぎる予感を消して、二人の未来愛しい君を見ていたい。それらそう瞬きさえできないほど、そのすべてを愛してるから。君を大切な人だと思ってる。たった一度真面目な顔で君に言ったあの言葉は嘘じゃないから、運命よ悲しすぎる予感を超えて、雨のち晴れで優しい光包まれたい。それら君がいるから生きてゆけるから、君を必要としてるのです。君がいるから
てるガールでしょ、君を必要としてるのです。 I love you、 だからそんな顔しないでね。 If cloudy、 運命と悲しすぎる予感。はい、運命と悲しすぎる予感でした。ありがとうございます。なんだってなんだって、カメラ曇ってる風に見える。ほんまにほんまに。じゃあちょっとだけ、ああごめんなさい、放送事故、放送事故ですよ。大丈夫ですか？ごめんなさいね。ふいっとパニック。ふう、これでどうですかね。こっちから見てる分には大丈夫なんですけどね。少しだけ覗けた。ああ、どうも、新キャラ皆さん、こんばんは。また YouTube を見てください。というわけで、アメ曲特集第1話は、今日はここまでということでね。また、すいません。いえ、大丈夫ですよ。どんどんご指摘を言ってくださいね。じゃあ、明日からね、また1週間頑張りましょうということで、この曲で締めたいと思います。
へ、果てしない未来へ、続け。はい、というわけでありがとうございました。メガネをかけないとコメントが見えない。ちょっと今日も素晴らしい、いやありがとうございます。素晴らしいなんて、こんなこんな、ありがとうございます。というわけでね、ちょっと明日から1週間全国的にはどうか知んないですけど、こっちはちょっと雨が続きそうなので、まあ皆様のね、まだ若干ちょっと寒い日が続きますのでね、風邪などひかれないように、1週間また頑張っていきましょう。そしてそして来週もとりあえず日曜日にまたこの時間にアメ曲特集第2夜やらせていただきますので、またお時間ある方は覗きに来てください。ありがとうございました。じゃあ帰って寝ます。さらば。